はい、皆さんこんにちは、おさきです。今回はお酒の匂い教えちゃいまーす。はい、ということでですね、結構なんかおさきちゃんってどんな香水使ってるのとか、どんな柔軟剤使ってるとか、シャンプー使ってるとかね、結構ね匂いについての質問とかがすごい来るんですね。なのでちょっと今回はやっぱ匂いといってもいろんなものがあるじゃないですか。シャンプーの匂いとか ボディの匂いとかさ、結構あると思うので、じゃあ今回はね、そういう匂いを一気にみんなに教えちゃいたいと思います。それではどうぞ。じゃあまずシャンプーから。これね、多分一番質問多いかな。ということでこちら、アンドハニーのシルキースムースモイストヘアトリートメントとシャンプーですね。これアンドハニーね、みんな多分知ってると思うんですけど、私はこのシルキースムースモイストという匂いを使ってます。で、これはね、ちょっとストックしてる分なんですけど、3回ぐらいリピ買いしてますね。この他にもピンクとかオレンジとか結構色あって、今までにピンクとかね、オレンジとかも使ったことあるんですけど、すっごいいい匂いなんですよ。で、これはね、なんて言うんだろう。なんかすごい、モテる匂いって感じがしますね。ちょっとフローラルっぽい香りがするんですよ。だけど、お花の匂いって結構なんかきついイメージあるんですよ、私的に。だけど、これはなんかもう、ちょっとなんかお花のまろやかバージョンみたいな感じの匂いがするから、ね、すごい好き。あんまりね、匂いきつすぎないからね。ちょっとなんか通った時にファサって、ちょっと匂い香りするっていう感じの匂いだからね。すごくおすすめです。しかもね、めっちゃサラサラになる。これやばい。このリンス、トリートメントなんですけど、私が今まで使ってきたトリートメントの中で一番サラサラになった。シャンプー結構変えるんですけど、ちょっと試してみたいなと思って。本当にサラサラになるのがこれ。本当に一番サラサラになったのがこれです。しかもね、これすごいなんかね、しっとりする感じがする。結構アホ毛とかがぴょんぴょんしちゃう人とか、広がっちゃうって人にはこれすごいおすすめですね。これはラフランスの匂いらしいです。っていう感じのちょっと高級感ある匂いですね。続いてはヘアマスクとかヘアパック系を紹介したいと思います。まずこちら、アンドハニーシルキースムースモイスチャーヘアパック。これはアンドハニーのこのさっきのシルキーシリーズと同じシリーズですね。これはレモンの香りですね。イエローフルールハニーの香り、イタリア産レモン使用。私はいつもリンスした後にこれをつけてたんですけど、公式ではなんかシャンプーした後にこれつけて、それを流さないでこのトリートメントをつけるらしいです。ちょっとそれでやってみよう。私いつもさ、そういうの見ないからさ。あ、書いてあった、ここに。嘘でしょ。ちょっと待って、やばい。これすっごいおすすめです。シルキーシリーズと一緒に使うのおすすめします。続いて、はい、こちらはですね、ジルスチュアートヘアマスクホワイトフローラルというヘアマスクですね。これめっちゃいいよ。まずもうマジでサラサラになるし、すごい結構大容量なんですよね。結構ね、なくなんない。ヘアマスクって結構すぐなくなるんですけど、私あんまなくなんない、すぐで。しかも匂いがめちゃくちゃいい。なんか本当にジルの香りって感じがする。で、これはね、いつもトリートメントした後に塗ってます。はい、続いてはじゃん。はい、こちらでボディーソープですね。バウンシアボディーソープ、華やぐエアリーブーケの香りという匂いです。だからちょっとフローラル系ですかね。これ結構使ってる人多いんじゃないですか。これ私すっごい好きなんですよね。だからね、ボディーソープとかも結構私の家結構買えたりするんですけど、本当にこれが一番好き。私匂いもそうなんですけど、すごいね、泡がねしっとりしてるし、なんか密着してるって感じがして、すごいねつけ心地がいい。で、しかもこれね、匂いなしとまた違う色もあるんですけど、私はねいつもこのピンクのブーケの香りを使ってます。もうもちもち泡がって感じなので、これはすごいおすすめです。続いて、ででん。はい、こちらはですね、柔軟剤ですね。違う容器に入れてるのでね、ちょっとこちらの詰め替え用をね、ちょっと買ってきたんですけど、ラボンルランジェの爽やかで心地よいシャイニームーンの香りという香りです。これすっごい匂いだよ。そうですね。まず柔軟剤が2番目ぐらいに大事だと思うんですよ。あ、1位髪の毛だ。ちょっと、なんで重要なのかって言いますとね、すごいさ、部活とかで頑張ってさ、汗めちゃくちゃかいてる人とかいるじゃん。まあ、みんなかくじゃん。ちょっとその人が通った時にさ、めっちゃ汗臭そうなんだよ。だけど、通った時に洋服の匂いがファンってきたら、めちゃくちゃなんかドキッてしない？え、意外？ってなって、ちょっと私的にすごい好感度があるんですよ、匂いいい人って。だからね、ほんと柔軟剤の匂いってすっごい大事だと思う。まあ、人によってね好み違うけど、これ結構無難な匂いなので、虫の柔軟剤とか使ってるお母さんとかいたら、これにしてよ、ちょっと頼んでみてください。続いて、ボロリン。こちらは汗拭きシートです。汗のベタつき拭き取るサラサラビール続くという感じの商品名なんですけれども、こちらはビオレ
あ、間違えた、この商品名じゃないやつだ。ビオレサラサラパウダーシート F1 というね、汗拭きシートになっております。やっぱさ、ちょっと今の季節、やっぱちょっと夏近づいてきて、もう暑いじゃん。だからね、やっぱ汗拭きシート大事。私もね、汗かくんだけど、やっぱね、みんな気にすると思うんですよ、体育の後の授業とか。その時に結構ね、私汗拭きシートとかするんですけど、私が使った中で良かったって思ったのがこれですね。なんかね、なんていうの、あ、爽やか石鹸。なんかね、本当に石鹸みたいな香りする。本当無駄な匂いがないっていう感じ。匂いきついのあんま好きじゃないって人とかいるじゃん。そういう人は結構これするだけで結構いいかも。周りにも迷惑かけない。そう。しかも学校でもあんまり匂いするやつダメって言われてるんですよ。だからでもこれだとね、もう本当に自然な匂いだからね、周りにも迷惑かけないし爽やかになるということで、これはおすすめです。はい、続いてロボビン、こちらはですね、衣類用スプレーですね。フレアフレグランスのフラワーハーモニーの香りです。これね、めっちゃいい。あのね、すごくいい匂い。みんなも嗅いで。うん、いい匂い。私は焼肉後とか、もんじゃ後とかさ、てかもうご飯後かな。ご飯後とかは結構匂いつくじゃないですか。そういう時に帰ってきてすぐつけますね。で、やっぱね、衣類用スプレーなので、シワ取りとか消臭とか、除菌とかもできるので、ちょ今の季節ね、帽子とか、アウターとかにね、結構つけますね。はい、続いて、ベベン。こちらはヘアミストですね。こちらは白のホワイトリリーのヘアミストになります。これやばい。これめっちゃいい匂い。なんかね、何？もう匂いってなんで伝わんないの？なんか誰か発明してくれないかな、画面越しに匂い伝わるやつとか。ホワイトリリーって何？まずガチ何？ありますね。ユリだって。え、そうなの？へえ、ホワイトリリーはユリらしいです。すっごいおしゃれな言い方するじゃん。爽やかお姉さんがつけてそうな匂いする。っていう感じのね、とってもこれいい匂いなの。もうね、つければわかる。ちょ、白見つけたらね、寄ってみて、テスターショットしてみて、もう絶対いい匂いでなるから。続いて、ベロン。こちらはですね、ジルシアドトリートメントヘアミストホワイトフローラルというね、ヘアミストです。これはジルのヘアミストなんですけど、ちょっとね、蓋が吹いてしまいました。ごめんなさい。いや、これはね、王道だよね。なんかジルと言ったらこの匂いって感じするもん。めっちゃいい匂い。みんな、嗅ぎたい？嗅ぎたいよね。ごめん。私だけ嗅いちゃって。こういう匂い。ね、すごいいいよね。わかる。ね。でもこれは、なんかね、甘めな匂いかも結構。さっきの白のやつとは全然違う匂い。試してみてください。はい、続いて、ブロン。こちらは、私のお部屋の匂いでーす。来た人にしかわからないお部屋の匂い。これは、フランフランさんの、モウビジョングリーングリッターという名前ですね。何これ？スイカみたいな匂いする。わかる？もうすごい控えめだよね。控えめ。じゃあ私ね、ルームフレグランス探してて、もうフランフランでいいやと思ってフランフラン寄った時に買っちゃったんですけど、これすごい匂い。もうずっと使ってるの、これ。で、これね、しかもこれさ、見た目がすっごい可愛くない？なんか匂いっていうか、私結構見た目で選んじゃったんだけど、最初は。見て、グリッターが入ってるの。キラキラしてて。だからね、インテリアにもいいなと思ってね、買っちゃいました。続いて、じゃじゃん。こちらはね、みんなさ、フェイスパウダーとかだと思うじゃん。違います。ミスディオール、ブルーミングボディパウダーっていう感じなんですけど、これ、ボディパウダー。このボディパウダーなんだけど、これすごいね、ね、わかるかな、キラキラするのわかる？まあ。そんな感じで、ちょっとね、見た目ではわかりにくいんだけど、ほんのりキラキラしてるのすごい。ほんのりじゃないか、結構キラキラしてる。だからね、これは結構ね、デコルテとかに塗ると、結構鎖骨とかがキラキラして出て見えます、鎖骨が。しかもこれ匂いがするの。この匂い、ディオールの香水にある匂いなんですよ。それのパウダーバージョンだから、ローズの、ね、匂いがするんですけど、控えめなんですよ、匂いの出方が。私みたいにあんまり香水つけないって方におすすめかも。しかもこれ結構使ってるんだけど、あんまなくなんない。だからとっても良いです。はい、そしたら最後ですね。こちら。こちらはボディミストです。ジルスチアート、エブリシングミストシトラスホワイトフローラルです。これはね、ボディミストというか、顔、体、髪用だからね、これ全部使えるんだよね。さっきも言ったんですけど、香水あんまつけないんですよ。ボディミストはさ、結構軽めな匂いじゃん。香水よりも。だから、ボディミストは結構つけますね。で、その中でも好きな匂いがこれ。柑橘系の匂いするんですよね。シトラス？シトラスの香りがするの。だから私結構ね、いろんなところにつけてる。腕とか、首とか。しかもこれ顔にも使えるからね、お風呂上がりとかにもね、つけること多いですね。おすすめです。夏にぴったり。という感じですね。もう私の匂い全部紹介しましたね。
なのでね、これ私が全部ね好きな匂いなので、もういろんなもの試してきて殿堂入りした匂いはこちらたちなので、ぜひねみんな気になったものとかあれば私と同じ匂いにやってください。結構私ね、いろんな匂い試してみたいので、これおすすめとか、このブランドおすすめだよみたいなのがあれば、ぜひね、あの柔軟剤でもシャンプーでも何でもいいので、ぜひ教えてください。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。